俺たちは誰だ。王者セイド。誰より汗を流したのはセイド。誰より涙を流したのはセイド。戦う準備はできているか。我が校の誇りを胸に狙うはただ一つ、全国制覇のみ。行くぞ。共に絆を深め合い、この決勝戦までやってきました。甲子園への切符をかけた決勝戦の模様をお送りいたします。一塁側練馬、三塁側聖堂。憧れの全国大会へひたすら勝利を目指します。さあ、甲子園の切符をかけた戦い、プレイボールです。聖堂、追う展開で迎える2回です。ツーアウトランナーなしという場面で三幸マウンド打ちました。これはいい当たり、決めれば同点だ。さらに伸びていく、入った入った、ホームラン、同点ホームラン。左中間スタンドへ突き刺さった、カーブを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。精度追加点の追加点のチャンス。倉持、さあ思考を研ぎ澄ませていきます。バントしてきた、ボールを取るピッチャーから一塁送球、一塁間一髪セーフ。さあチャンス、見送ってストライク、まずは見送りました。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。投げた、投球ボール、二塁セーフ。セイド、大事な場面で盗塁を決めました。第3球をフリーバント、スクイズ、ファースト掴んだ、あーっと送球それた、スクイズ成功。セイド1点入りました。記録はファーストで、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。松尾掴んだ、一塁へ送る、聖堂さらに1点追加、6対1。先ほどヒットを放っている、低めボール球打った、セカンド右アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって6対1、聖堂リードを5点としています。聖堂リードで、これは内野へのフライだ。まず取りました。これ。練
練馬追う展開で聖堂、ここで伝令を送りました。監督のメッセージが選手に伝わります。アウトコース高め、空振り三振、ボール球で仕留めました。前半が終わりまして6対1、聖堂5点リードは聖堂リード本領を発揮してほしい。しました、初球打ち、ヒット、ライト前ヒットになった。勇気、いいバッティングを見せました。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。打った、これはいい当たりだ、抜けた、セード1点入りました。マスコタイムリーツーベース、これで今日は4打数の2安打。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。打ちました、右中間へ持っていきましたがヒットになります。三塁ランナーホームに帰ってくる。セドこの回3点目、9対1。バッターは3年生、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。ボール球打った、破った、酒井ナイスバッティングです。聖堂打ちました、引っ掛けた、三塁ランナーがホームへ。練馬苦しい展開になってきました。10対1、左バッターボックスは9番の城。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。登板マウンド上ピッチャーは課題、満塁の場面での登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。初球を打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、あーっと落とした、セドさらに1点追加、ショートのエラーが記録されます。ここで打者一巡して送球アウト、伊佐敷いい当たりでしたがショート正面で、来ました、ファール来ました、横溝取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。練馬追う展開で ストライク、見逃し三振、バッターは3年生勝つ。ピンチヒッターは菅原に代わりまして菅原、初球を打った、ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。アルボー、しました、マスコボールを取る、1塁送球アウト、3アウトチェンジ。
7回の裏が終わりまして13対2、練馬この回1点を返しました。セイドリードで向く初球から打ってった、当たり底でのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。ツーアウトランナー一塁という代打は麻生に変わりまして、麻生黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。タッチはセーフ。8回の表が終わって13対2、西道この回無得点です。はい、西道リードで取ってアウト。金井交番、右の獅子倉マウン、ここまで。バッターは代打小湊君に代わりまして、小湊君。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。打ちました、あんな引っ掛けだ。これも内野ゴロ、アウト。セドなおもチャンスが続きます。さあチャンスが広がって、伊佐敷今日はここまで5打数。いい当たりだ、抜けた。セド1点入りました。14対2。右バッターボックスは4番、ゆうき。二塁回った、伊佐敷三塁です。と勇気いい、マスコ君来ました。初球打ちレフト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。9回の表が終わって14対2、西道大きくリードしています。ピッチャーを交代します。川上降板、マウンドに上がったのは沢村、今日3番手としてマウンドに上がります。制度今日2回目の伝令を送ります。監督からのメッセージがナインに伝わります。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。前園ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。打ちました、ピッチャー返し。沢村今拾った、一塁送球アウト。制度勝利目前、先ほどからレフトに入った。低めのボール引っ掛けた、一塁送球アウト。試合終了です。優勝決めました。制度甲子園への切符を勝ち取りました。さあここからは夢舞台への挑戦となります。本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。
実況は私、堂前秀夫でお伝えいたしました。